ラムダ、無事か、ラムダ。状況確認、状況確認、状況。すまない、転移システムにエラーが生じたらしい。迎えに行きたいところだが、今ちょっと手が離せなくてな。心配するな、と言ってもするわけがないか。まああれだ、今すぐルートデータを転送する。それでラボまで迷わずに帰ってこれるはずだ。いいな、ラムダ。了解。大丈夫だとは思うが、寄り道などするなよ。了解。寄り道。検索。検索完了。寄り道。目的地へ行く途中で、他のところへ立ち寄ること。また、回り道して立ち寄ること。現在位置、検索、検索、検索、完了、状況、把握。検索、検索完了。軟体動物門副側口ターター、オス。君、迷子？誰？どうしたの？こんなとこで。お母さん。お母さん。ん？検索。ディスケア人種。おお、よく知ってるね。もしかして君の友達にも私と同じ子いる？と、そういうことじゃなさそうだね。大丈夫？怖いのかな？怖い？あ、ほら、こんなとこで一人ぼっちでいたし、迷子なんでしょ？違う。そうなの？って、うわ、それ、ターターさんじゃん。うわー、なんでこんなとこいんの？すっごい初めて見た。激レアだね。あ、もしかしてこれ君のペット？ペット？って、そんなはずないか。確かターターさんって頭いいんだよね。ペットになるような虫じゃないか。この子はちっこいからまだ赤ちゃんかな。親からはぐれちゃったのかな。心拍数低下。え、58 57 56。ターターさんのこと？あ、怪我してんじゃん。どうする？どうしよう。このままほっといたら弱って死んじゃうかも。何かないかな。あ、そうだ、水葉。この辺りなら薬草の水葉があるかも。よし、探そう。で、どこだどこだ、水葉は。と、あった。ほら、君もできるだけ積んで。何ぼーっとしてんの、早く早く。了解、わかった。それをターターさんの傷口に塗って。うん、とりあえず応急処置はこれでオッケーでしょ。どう？今、この子。心拍数、正常。わあ、よかった。希少種だから。え？軟体動物門副側口ターターオスは珍しい。
だから生命維持を。なぜ？なぜ助けたかってこと？そう。なぜって、なんとなく？だって生きてんだもん、死んでほしくないじゃん。やがて死ぬのに。こういう虫は私たちの手じゃ育てらんないからね。でもさ、手助けくらいはできるじゃん。こうやってお薬をつけてあげたり、まああとは自分で何とかしてもらうしかないんだけど。ああ、君今私のことを中途半端なやつだって思ったでしょ。別に。いや、絶対思ったね。そんな顔してたもん。してない。いいのいいの、自分でも中途半端に助けてるってのは分かってる。でもさ、誰かに手助けしてもらうって大事なんだよ。きっかけをもらうんだもん。きっかけ？そう、自分じゃどうにもなんないときは他の人にちょっとだけ助けてもらうの。助けてもらったの？私？うん、助けてもらった。友達にね。ほら、アジンシュってさ、結構嫌われるんだよね。なんだろうね、獣臭いとか言われちゃってさ、失礼じゃない？乙女に向かって傷ついちゃうよね。うん、それで傷ついちゃってさ。傷？痛いの？痛かったな。治療すればいいのに。そうだね、でも治し方が分かんなかったんだ。どこが痛いのかも分かんなくなってたし。痛い痛い。そしたら見つけてくれたの、ノエルと椿が。あ、二人とも私の友達なんだけどね。その二人がここ痛いでしょって優しく触ってくれたの。私その時初めて、あー、そこが痛かったんだって気づいて。傷、触ったら痛いよ。うん、痛かったから今度は自分で触ってみたんだ。で、毒をいっぱい出した。そしたらもうすっきり、すっかり治っちゃったの。いやー、あのまま二人に手伝ってもらわなかったら大変なことになってたよ、ほんと。もう痛くない？痛いならこれ。ありがとう。でも大丈夫、痛みよりももっともっと楽しいことを知ったから。痛くても大丈夫になったの。知らんぷりできるようになったんだ。楽しいこと？恋バナしたり、カフェでお茶したり、おしゃれして遊びに行ったりね。私が生き続けてるきっかけはその二人。ほら、この子も私たち二人がきっかけで生き続けてる。タッチ？そう、私と、君、なんて名前？ラムダ。私とラムダがこの子のきっかけになったんだよ。ラムダ？帰還しなきゃ。家に帰るの？寄り道をするなと言われてる。ああ、うん。でも、それ、どうするの？ラムダに懐いちゃったみたいだね、ターターさん。迷惑。ラムダ、
後ろ後ろ。ラムダ、触るときは優しくね。あ、その水葉に乗せるといいよ。またその子に会わせてよね。あ、そうだ、カメラも持ってくよ。写真撮ってノエルとツバキに自慢しちゃうんだ。帰ってきたか、ラムダ。悪かったな。まったく、何がいけなかったんだ。すぐにメンテナンスだ。そこへ座れ。早くしろ、ラムダ。時間がない。了解。なんだこれは。転移先で誰かと接触したのか。面倒だな。なんだ、水場。ラムダの体にでもひっついてきたか。消去完了したか。どうだ、ラムダ、どこも問題ないか。ラムダ、問題